くだまきもろだし。すくだまきもろだし。まるで下半身出してるみたいに言わんとくれよ。もろだしのくだまきやで、これ。全然変装できてない。どうする？どう見て見て見て。どうする？取ってあげるから一回出てみて。はい。どうするどうする？どうする？一回出て。どうする？これ楽しみの方のどうするちゃうで、一回出てみてちゃうやん。ほら、どうやって混んで終わってるんかと思ったらもう一回じゃないよ、一緒やって一緒やってなるだけやから。アメリカの犬なんかな。アメリカの犬、日本で行くない？日本で行くない？なんでイカつくすんの？いるぞ傘を買いに。温泉丸460、浅間温泉460円、白井沢滝720円、浅間牧場1090円、北軽井沢1210円。やったー、行くぞ。ピザを食べます。アボカド、アキちゃん、生ハムとルッコラも食べたいし。いいね。ありがとうございます。パンで出てきます。ピザがお迎えください。やったー。いろんなさ、見て、さ、思ってるけどさ、なんかめっちゃ私のこと好きじゃない？え？めっちゃ。誰が？リシガキの？え、そうやで。え、そうやで。バレた。めちゃくちゃ映ってるし、なんか。嬉しそうにな編集してたな、なんか嬉しそうに編集してたのは知らんやろ。わかんねんと思って編集してるかもしれんやろ。編集してた姿まで浮かんだってこと？うん、もうなんか編集に愛ありすぎてめっちゃ好きやん、この人。わかる、私思ってた。うん、せやねん、びっくりした。ずっとな、なんかな、旅行の時から思ってたけど好きやろ。いや、私のことって、うん、せやねん、思ってたけど。しかもさ、なんかさ、感情高ぶってさ、うん、嬉しくなったらさ、うん、あの、私デフォでもまずそもそも声聞き取りづらいのに、マキ、うん、ちゃんと喋ってる時だけめっちゃ何言ってるかわからんやんか。嬉しくってずっと声わずってて、マジ何言ってんのこいつ。そうなんや、ちゃかってしてねえさーとか言ってそれがさーとか言って何これ、マジ何言ってるかわからんねんけど。そうそうそう、滑舌めっちゃ悪くなってた。なんかマックちゃんのことクサしてんねんけど、何言ってるかわからん。それ以上にちゃんとんちゃんこれ何言ってるかわからん。これ何だよ、マジで何言ってる。海外の犬やからな、多分。何ね、海外の犬。国内でバウワンじゃねえの、バウワンやろ。ゆうかちゃんの声ってなんか、なるほどな、クロークって感じ、カエルやったら。そうなの、ケロケロじゃなくて。ついにさらけ出したんや。バレたか。ああ、なんか、ついにさらけ出したんやな。せやで。なんか、世間では、私が一方的にみたいな。世間では、あまり私のこと認知してない。その、ご存知じゃないから。世間ではな。うん、まあ確かにな。私が一方的にみたいな感じになってるから。世間では。バレたか、逆。そうやな、うん、確かにそうなのかもしれん。私も気づいてなかったけど、一応もう編集しながら思っとって、えらい好きやな自分で。なんか言ってるけどそう、ずっとなんか、そうそうそう、テンションだいぶ好きやな。恥ずかしいからカットカット、乗せろよ。外すごいで、うん、ほんまに霧雨が吹き荒れてる。こんな雨降ってても人って笑えんねんな。せやで、なあ、だってさ、天気と心つながってるのにさ、確かに勝ちきってるもんね、今ばっかしは。てかもうなんか逆に表してる、この心を。ん？どういうこと？逆に、違う、間違えた。オオカミの犬が噛む前だよ。犬が噛む前も
じゃあ見てられへん、見てられへん。なんか見てられた人やけど、見てられへんよ。私見てられてん、見ててへんけど、ずっと怖かった。見られてたから怖かった。私見て、見てられへん、見てられへん。見てられるな。普通の人は見てられへん。見てられるな。犬が、あの、ちょっかいかける飼い主の手、噛む前のモノマネ、見てられへん。見てられへんやん。見てられてなかったよ。見てられてなかった、うん、飽きてたやん。ほんまに思った通りのツッコミくれるな。ちゃんとど真ん中くれた。これちょうだい、これちょうだいのど真ん中くれた。今したいこと何？一番一番したいことは、今本読みたい、そろそろ。読んでなさい。でも秋やから、秋やからもうすぐ。確かに。秋はやっぱ私の季節や。ね、私たちの。あ、ゆかちゃんの？私もやで。生き生きしてるから、ね、毎日。朝起きたらワクワクするもん。秋やから。確かに。うちらやさ、なんか今までのこと思い出してさ。わかる。秋やの。秋やのな。せやね。秋にとても活動的になってる。うん、活発。うん、秋に。確かに。夏って感じじゃないな。うん、そうね。ゆかちゃんとの。秋多いね。秋春やね。ちょっと寒いぐらい。確かに。せやね。秋はね、行きたいね、いろいろ。見たい。なんで終わったの？いや、わからん。もう、ありがとうございます。おはめるころ。鉄板熱いのでお気をつけください。ありがとうございます。鉄板できたの？これ鉄板なんや、すごい。すごいな、こう薄い鉄板できた。食べますか。食べましょう。よっしゃ。いただきまーす。ルッコラ美味しそう。野菜で1位何？好きな野菜。白菜か玉ねぎかな。うぇー、好きなの。あ、何でも好き。食べていい？うん。昨日も食べた。昨日も食べた？うん。何やろ。じゃあ、ちょっと、何でもいいかも。あ？正解発表するな。うん。レタスできた。へぇ、意外。うん？レタス、まあ、美味しいけどな。美味しい。ちょっと熱出たもんね。今日それ、もうやめてや。最近、レタスをしゃぶしゃぶするのにハマってる。めっちゃ美味しい。ほんとほんと。いいよな。うん、あー、美味しそう。開けます。ありがとうございます。コーヒーちょっとお待ちください。あー、やば、美味しそう。やば。あ、レタス、レタスだよ。え、レタス、あった。うん、うえ、やば。行くわ、うん、すぐ行くわ。すぐ行ってくれ。すぐ追いかけるかな。待ってるわ、うん、アボカドって美味しいな。アボカドとご飯ですよ。うんうんうん、食べたらめっちゃ美味しい。食べたらめっちゃ美味しかった。マジで？やばい、やれへんと。え、やれへんと思った。あ、食べさせるわ、うん、普通に食べさせられるんやったら食べようかなくらい。ちょっと多いかな。うん、うん、ごちそうさまでした。やっぱり？
っと内緒な。え？なになに？怖い怖い。怖い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 。何見てるか、何流すか、どれにしようかな。あ、ちょうどいいんちゃうこれ。あと7分48分って48分怖っ、怖ってきた。場所も相まってちょ、おい、え、誰なのこれ。このプレイリストおい、稲川淳二聞かせんな、こんなんあるんかい。初めてのね、初めて初めてやけど、初めてやろ。見たことないのよ、初めての稲川淳二。大体そうやろ、みんな初めてやろう。あるあるちゃうから、稲川淳二のその聞かんからさ、知らんスタンプ言っちゃったし、なんか初めての稲川淳二なんやねん聞いたことない。初めてやろ、だって初めてやろ、大体あと私見に行ったことある、子供の時、うん、連れて帰って。初めての稲川淳二じゃないってこと、うん、え、チョコ抑揚つけすぎて席出た全然大丈夫。つか結構出場遅く、あ、そうなんだ。メガネかけさせてもらって、メガネかけさせてもらって、犬ちゃうねん、サングラスかけさせてもらって、犬ちゃうねん犬がサングラス無理やりかけられてるのちゃうねん。してもらったんか、服着せてもらって、おめかししてもらって車乗って、車乗るやろ車乗ってテンション上がってんちゃう窓から顔出して、すごいね、まあ、雨降ってるからあかんよ窓開けたら水浸しになるからね。どういう設定で喋りかけてきてんの。それでは失礼します。ちっちゃいつ、まあ、そうね。おお、ハルニレテラス。ゆうかちゃんが好きそうなお店。もうすでに楽しそう。うわ、こういうとこ好きやで。これも綺麗。おお、楽しい。カバワールド。カバワールド。大人気カバワールド。見てみ。うん。ゆうかちゃんと私みたいな。まやね。あうんのマカバ。聞いたことない。
く世界で一番素敵な場所。初めて見た。じゃあこりゃ。ありがとうございます。エスプレッソポム？ポム。レポするはポム。匂いは。キノコみたいな、キノコでドライフルーツか、はあ、なんか乗ってます、うん、これ混ぜんと、一回混ぜんといくわ、下そうやね、どうぞ、おいしい、おいしいんや、ほぼオレンジジュース、え、じゃあダメや、じゃあダメや、ほぼオレンジジュース、え、上が飲み物例えんの、上が酸味のあるエスプレッソです、で、混ぜたらどうなるかっていうね、あのいいホテルのロビーの味する、ちょっとあんま良くないんちゃうアロマっぽい感じというか、あーなるほどね、コーヒー香りなんや、コーヒーというよりは柑橘のオレンジジュースが強い、果たして香り高いです、あ、果たして君たちは飲みたくなったか、かなり香り高いです、これは美味しいの、美味しい、めっちゃ美味しいんや、安らぐ味です、ね、おーいいやん、最後巻き返したな、かなり危ねー、途中までほぼオレンジジュースやったちょっと熱出てるかもしれんから、熱やねこれ。カプリサーで熱出てるやん。楽しいのに熱出てる。なんか熱っぽいなと思っててんけど。カプリサーで熱出てる。あ、熱やなこれ。あ、自覚したらかも、うん。どんどん上がるから。熱やね。熱やん。微熱やね。熱って言ったらあれやけど、微熱。微熱。人間って微熱になるから。なるなる、日によって。うん。だから大丈夫。大丈夫大丈夫、楽しんでる方やわ、熱出てる、そうやな、熱出てる人会の中で一番楽しんでるやん、一番楽しんでると思う、この世で、うん、熱やね、熱やねこれすごいなこりゃこれが一寸先は闇っていうやつか、何も見えへんで、だってほら景色をこの先も、ね、この先何があるのかもう全く分からへん、ほんまにこりゃね、景色だけでもと思ったんですけど、景色だけでもって思ったんです景色もダメ、景色もダメマキちゃんだけ、まあそれだけでいいやいやね、うん、マキちゃんおるからさ、うん、別にそこおってもな、うん、マキちゃんさえおればな、そう言われてみれば見えへんみたいな感じやからいや言われてみればどころじゃないからさやっぱし、逆にこんな景色も珍しくない、そうそう、ほんまに何も見えへん、地元の人しか見えへんやろ、しかも傘ささんでもいけんねんで、なんか知らんけど、なぜかその雨が細かすぎてミストみたいになってて雨の粒を感じられない、だからさ飲食店探したいねんけどさ、そうや、ね、飲食店がどこにあるか全然分からへん、言われてみれば分からんな、あれなんやろ、あれ飲食店かなあ違うな、あれすごい光しか見えへんバスがあっちに向かって行ったから、うん、あっちに向かってこの霧の中に消えていこう、うちら、ね、ゆかちゃん消えていって、霧の中に消えていってじゃない、ついていかなあかん、うん、消えちゃうから、消えちゃう、5メートル以上離れたら消えちゃう5メートル離れたら消えちゃう、ほんまにおらんくなっちゃう、行かないで行かないで行かないで、ゆかちゃんダメだ、ダメだ、駅で待ち合わせみたいな、軽井沢で遭難、遭難、珍しい、やばいよ、すごいなこれ、何これ見えへんもん、何も見えへん、ほんまに、あそこどう、服屋あり、ありちょっと入ってみるか、地酒ええやん、この地元の季節料理みたいな、よし、じゃあアポ取ってくるわオッケー、じゃあ待っとくね、ここで、あれどっちいやいや、もう見えてた見えてたし早すぎてなんか結構雑に断られてた、見えててんけど、ね、早めに早かった、5年くぐりゃいいなよすいません、もう予約でいっぱいなんですけど
早かった。はい。まあお腹空いてないしまだ。お腹は空いてない。でも熱は出てる。熱出てるのが一番ダメ。何より。微熱やからな、言うても。微熱ダメんなよ。うん、はい。ここじゃあ聞いてきて。絶対無理やと思うんやけど、まあ聞いてくるわ。うん。あ、でも。はい、お。バレてるバレてるバレてんねん、見えてんねん。次次、これはやばいぞ。次次、まあね、いっぱいあるから別に。うん、おまた飲食店見つけた。切り殻出てきたぞ。お、福マス行こう。私たち呼んでる気がする。おっしゃ、営業中やな。よし、看板なし。あ、満席の看板なし。絶対行けるわ。待ってます、ここで。はい。あれ？どっちやこれ？あ、丸のパターンの、丸のパターンの振りやこれ。丸入るんだ。いけるって。うん。よっしゃ。さあ。ありつけるぞ。夕食にありつけるぞ。はい、どうぞ。肉がめちゃくちゃ充実してる。うん、スモールサーブ。そうなんです。くしゃりました。よっしゃ。楽しかったな今日。え、楽しかった。今日おもろかったわ。雰囲気、人、コーヒー、景色、天気、ね、景色、景色、天気。真っ白やったな。ゲレンデとかで言うやつやった。真っ白やったな。真っ白やったな、景色。あかんねん、あんまし。やっぱ空気がさ、軽井沢って美味しい、住んでて。あー、はいはいはい。でも今日はもう湿ってたな。そうやね、ミストみたいな。幸せそうやな。楽しそうやね。幸せそうやな。楽しそう。いやいや、そっちは幸せやね。幸せなんかよ。そっと言えよ。つけてみ。なんで似合うで。絶対。あ、でもえ。いや、もうたよりイメージが、いや、ちょっと可愛い感じかなと思って、うん、意外に おっさんみたいな。ダメだよ、一番。さきちゃんの好物がやってきました。バサシ、バサシ。あ、いいですね。バありがとうございます。肉は別でいきます。お膳の先にはありまして、美味しそうやね。じゃーん、いそう。やねじゃーん、美味しそう。めっちゃ美味しそう。ロース、ま、うん、うん、うわ、ちょっと肉やばいな。とろけてるもん。ほら、とろん。美味しそう。しゃぶしゃぶしてくだい。ちょい。肉人。最悪や。肉人。肉人。肉が顔面。美味しい。美味しい。それするよね。めっちゃ美味しいわ。でするよな、うん、まず、うん、ポン酢がめっちゃ美味しい。え、まず、うん、まずすぎるわ。ちょっと以来、まずポン酢美味しいの知ってるし、めっちゃ美味しいな。うん、すごい。
構肉野菜日とええねんバレてた、バレてたよ。めっちゃ情緒の波あるよ。うーん、はい、ということで駅に戻ってきました。どうでしたか？最高です。ですね。はい、もう熱下がった。最高すぎて熱下がった。最高すぎて熱も下がりましたわ。良かったです。良かったですね。熱あることがまずわかんないけど。めっちゃマイナスからのスタート。良かったですね。最後に霧浴びて。霧、あ、もう聞いたことないよ。霧浴びて。軽井沢の霧浴びれの最後やから。そうやね。ほら、あんまないからね。軽井沢でこんだけ霧なこと。なんかいいね、でも秋って感じ、ほんまに。せやね、秋の空気やねんな、ちょっと軽井沢は。我々の季節、うん、秋は正直問題。いやー、感性がビンビンなる季節やからね。そうよ、うん、また予定してどっか行きましょう。うん、行きましょう。はい、おさらばですね、ここで。おさらばです。おさらば、今日も嫌なところを去る時のやつやん。おさらば、あんなとこおさらばや。そう、おさらばじゃんのやつや。あんなとこともおさらばじゃん。ありがとう。東京に帰ってきました。寂しい、寂しいな。東京に着いたよ。東京にまた福田が上陸。ハハハハ。